再開いたします。質疑に入る前に先ほど私の読み上げた発言をしたタイトルについて訂正をいたします。意見書第5号、すべての沖縄の子どもたちの笑顔のために、子どもの医療費助成制度の拡充を求める意見書その1、さらには意見書第6号、すべての沖縄の子どもたちの笑顔のために、子どもの医療費助成制度の拡充を求める意見書その2と改めて訂正をいたします。意見書第5号および意見書第6号に対する説明は終わりました。これより質疑を行います。再開いたします。神谷嘉英文教構成常任委員長。意見書第6号、すべての沖縄の子どもたちの笑顔のために、子ども医療費助成制度の拡充を求める意見書その2、上記の議案を会議規則第14条第1項および第3項の規定により提出します。平成30年10月18日提出、読谷村議会議長伊波敦史殿。提出者、読谷村議会文教構成常任委員会委員長神谷嘉英、副委員長城間真由美。賛成者、副委員長城間真由美、委員与那覇則夫、仲間麻生、山城正規、国吉正和。すべての沖縄の子どもたちの笑顔のために、子どもの医療費助成制度の拡充を求める意見書その2、沖縄県における子どもの貧困率は 29.9% で全国平均の倍以上になっており、多くのご家庭で格差と貧困による生活困窮があります。必要な時に安心して医療機関を受診できることは、子どもたちの心身の健やかな成長のために必要不可欠であり、沖縄県民の要求でもあります。自治体による子ども医療費助成制度はこの10年間で大きく広がりました。2017年4月1日現在、政府厚労省調べで中学校卒業以上の年齢まで医療費助成をしている全国、医療費助成をしている全国、沖縄県以外の自治体は通院外来で 86.9%、 入院で 90% 以上に達しています。2018年4月より自治体が独自に行う子ども医療費助成に対し、政府が課してきたペナルティ国民健康保険国庫補助金の削減の一部就学前までが廃止されました。少子化対策に逆行するものと自治体関係者からも意見が上がるなど、長年の世論の運動の成果ではありますが、まだ不十分です。年齢制限をせず完全撤廃すべきです。また沖縄県では2018年10月から就学前まで一部負担なしで現物給付による完全無料化が実現します。さらに県は対象年齢も段階的に拡大すると市町村との協議を開始しました。大いに歓迎し、早期の実現を求めるものです。すべての沖縄の子どもたちの笑顔のために、子ども医療費助成制度における本土との格差を一日も早くなくし、対象年齢拡大を早期に実現するよう求めるものです。期1、子ども医療費助成制度を現物給付にした市町村の国保への国庫補助の削減ペナルティはすべて廃止するよう国に強く求めること。2、国の医療制度として中学校卒業まで国の医療費無料制度を早期に実現するよう国に求めること。3、国の制度化ができるまで県の制度として中学校卒業まで所得制限なし、一部負担なし、現物給付で医療費無料制度を医療費無料制度の拡大拡充を県と市町村が協力して早期に実現すること。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成30年10月18日沖縄県読谷村議会、提出先沖縄県知事宛て。意見書第5号および意見書第6号に対する説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑なしと認め、これで質疑を終わります。
諮りします。ただいま議題となっております意見書第5号、すべての沖縄の子どもたちの笑顔のために子ども医療費助成制度の拡充を求める意見書その1と、意見書第6号、すべての沖縄の子どもたちの笑顔のために子ども医療費助成制度の拡充を求める意見書その2については、会議規則第39条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって、意見書第5号および意見書第6号は、委員会の付託を省略することに決定しました。これより討論を行います。まず、意見書第5号に対する反対者の発言を許します。次に賛成者の発言を許します。議席17番、城間真由美議員。中学卒業までの医療費無料化に向けては財政的な負担はとても大きいと思いますが、財政的に厳しい中であっても未来を担う子どもたちのために経済的な理由に左右されずに安心して医療が受けられる環境を作ってあげることは沖縄の大きな問題ともなっている貧困問題のサポートも含め健やかな子どもたちの成長のためにも、私はこの意見書に対して強く賛成いたします。これで討論を終わります。これより意見書第5号、すべての沖縄の子どもたちの笑顔のために子ども医療費助成制度の拡充を求める意見書その1について採決します。本案は規律によって採決します。意見書第5号に対し賛成の方は起立願います。起立者全員であります。したがって意見書第5号は原案のとおり可決されました。次に意見書第6号について討論を行います。まず意見書第6号に対する反対者の発言を許します。次に賛成者の発言を許します。討論なしと認め、これで討論を終わります。これより意見書第6号、すべての沖縄の子どもたちの笑顔のために子ども医療費助成制度の拡充を求める意見書その2についてを採決します。本案は規律によって採決します。意見書第6号に対し賛成の方は起立願います。起立者全員であります。したがって意見書第6号は原案のとおり可決されました。日程12、決議第9号、村内産品の奨励及び村内企業の優先使用に関する決議についてを議題とします。提案者の提案理由の説明を求めます。長浜宗則建設経済常任委員長。決議第9号、村内産品の奨励及び村内企業の優先使用に関する決議、上記の議案を会議規則第14条第1項及び第3項の規定により提出します。平成30年10月18日提出、イムタン村議会議長イヤアシロの提出者、イムタン村議会検出常任委員会委員長長浜宗則、賛成者副委員長大塩幸春岡4名でございます。村内産品の奨励及び村内企業の優先に関する決議、読谷村商工会は村内企業の育成強化と雇用拡大を通して地域経済の活性化を促進することを設けるときに、村内産品の奨励及び村内企業の優先使用の取り組みを運動を強化に強力に推進している。村内企業にとって村で発注する公共事業の受注確保は極めて重要である。また地元産品の利用促進は地域経済の活性化に大きく寄与するものである。読谷村商工会では会員企業の総力を結集し、生産技術及び品質の向上を図り、経営改善普及及び事業の推進と地域振興事業への支援を
懸命に取り組んでいるところである。よって読谷村議会は地産地消の促進、また雇用の創出と地域経済の活性化を図る立場から、村内で使用する物品については村内産品の優先を使用し、公共事業においても村内企業の育成と優先活動を図り、合わせて村民一人一人に村内産品の奨励及び村内企業の優先活動について意識の向上を図ることにここに決議する。平成30年9月18日、沖縄県読谷村議会、以上であります。提案者の提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑なしと認め、これで質疑を終わります。お諮りします。ただいま議題となっております決議第9号村内産品の奨励及び村内企業の優先使用に関する決議については、会議規則第39条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって、決議第9号は委員会の付託を省略することに決定しました。これより討論を行います。まず、本案に対する反対者の発言を許します。次に賛成者の発言を許します。討論なしと認め、これで討論を終わります。これより決議第9号、村内産品の奨励及び村内企業の優先使用に関する決議についてを採決します。本案は規律によって採決を行います。決議第9号について賛成の方の起立を願います。起立者全員であります。したがって決議第9号については原案のとおり可決することに決定しました。日程13、閉会中の継続調査申し入れについてを議題とします。建設経済常任委員長から所管事務のうち生活道路整備事業の実態調査について、議会運営委員長から議会運営全般に関する調査について、会議規則第75条の規定により、お手元にお配りしました申し出書のとおり、閉会中の継続調査申し出があります。お諮りします。建設経済常任委員長及び議会運営委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって、建設経済常任委員長及び議会運営委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。議決事件の議事整理についてお諮りします。会議規則第45条の規定により、第478回読谷村議会定例会において議決した事件の条項、時空、数字、その他の整理を議長に一任することにご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって、本定例会において議決した事件の条項、時空、数字、その他の整理を議長に一任することに決しました。閉会するにあたり、ご挨拶を申し上げます。本議会は、去る9月28日から本日までの21日間、途中、台風の影響で会期日程の延長を経て、決算認定6件をはじめ、補正予算、条例、同意案件等が審議され、全議案が全会一致で認定及び可決されました。今議会の審査の成果が、次年度以降の予算編成や住民サービスに反映されるよう希望を申し上げます。本定例会は一般選挙後初の定例会となり、新しい議員の構成で行われました。一般質問においては、選挙期間中に訴えた政策に関わる提案や、各自の調査に基づく質問、さらには多様化する住民サービスの向上に関する質疑が交わされました。特に顕著だったのは、村議選挙についての質問でありました。4年前から議会全体で取り組んできた取り決めを一部守らなかった行動に対しては、非常に残念であります。
投票率の向上とともに4年後に向けさらなる議論が必要です。私は今回議長に再任をされました。向こう4年間で議会として取り組むべき改革、さらには改善項目は数多くあります。その実現には議員各位の本気度と執行部の理解が必要です。特に議員定数と報酬に関しての議会の報酬に関しては議会の機能をフル活用し、特別委員会を設置するなど勇気を持って検証作業を行い、2022年9月28日に向けた積極的な議論を行いたいと思います。さらにペーパーレス化に伴うタブレット端末の導入も改革の一つだと考えます。本定例会には人事案件も提出され同意をされました。特に11月3日付で任期満了を迎える田島俊夫副村長においては、任期中気候改革や豊佐村ビジョンの策定等村政発展のご尽力に対し新人なる敬意を表します。願わくは今後も葛飾区柴又出身の人情味あふれる心で一位ユンタン座と何らかの関わりを持っていただくことを希望します。以上、本日の議事日程はすべて終了しました。会議を閉じます。これをもちまして平成30年第478回読谷村議会定例会を閉会いたします。お疲れさんでございました。